こんにちは。今日は電磁石についてやろうと思います。で、電磁石っていうのは中学生、高校生に教えている中ですごく本人は自覚してないんだけど、実は電磁石が全然分かってないから後々に影響出てきちゃってるなっていうふうに思うケースがあります。で、それが何かっていうと熟語とか、熟語を覚えるときが一番そう思うんだけど、熟語ってさ、意味のわからない言葉の塊で、特に高校3年生になって覚える熟語とかって、なんでこういう意味になるのっていうような塊のがよく出てくるんだけど、それの原因になっちゃってるのが大体前置詞なのね。で、前置詞を分かってない、覚える時の覚え方が良くないから熟語を丸暗記せざるを得なくなって、それが原因で文章も読めなくなって、長文でも原因が出てきちゃってるなっていう人が、特に英語が苦手で、でも努力すればなんとかなるって言ってすごく、努力の仕方がちょっと間違ってるなっていうような、こう教えてるとそういう風になっちゃうことがあるのね。で、せっかく頑張ってるんだからいい覚え方をしたいと思うし、効率的にやって英語以外のことも頑張ってほしいと思うから、まずはこの基本のところ、電磁石の覚え方っていうのをやっていこうと思います。で、電磁石って何でしょうって言ったら、名詞の前に置く言葉です。で、だから形容詞とか動詞とか他の文の要素の前に置くことはないと思っていいです。名詞の前に必ず置きます。で、名詞にいつもくっついてます。で、on とか、by とかさ、これ初めはね、中学校1年生の時はこのまま覚えるしかない。だって B と Y で何も推測できないからね。だけれども、それを覚えてからいろんなところに応用していく中で、一語まず一訳覚えたら、その後はちゃんと一個一個意味がある、っていうことを分かっていかなきゃいけないんです。で、今日はこれやります。 in と on と at をやっていきます。で、この意味のないつながりのあるようなないような言葉たち、これにも一個一個単語と同じちゃんと意味があります。こんなに2つの文字だけで構成されてるから、意味がないから丸暗記しちゃえなんてバカにしないでください。性格がちゃんとあるし、特性があるし、一つ一つ意味があります。でも意味っていうけど、どういう風に覚えればいいのって、それで丸暗記と同じさ、意味丸暗記すればいいじゃんと思うかもしれないんだけど、じゃあどうするのかなって言ったら、これは一個一個ね、イメージじゃない、一個一個単語を覚えていくの、一個一個丸暗記するの、すごいねっていうことです。私絶対一個一個丸暗記なんかできません。まだインオンアットだったらできるかもしれないけど、これからどん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 いろんな前置詞が出てくる中で、特にいろんな前置詞とか語が組み合わされた熟語を覚えていく中で、一個一個丸暗記するのはすごく困難すると思います。で、どうするかなって言ったら、イメージしちゃいましょう。頭の中でこれはこういうイメージ、単語、言葉で覚えていくよりはこういう絵だなっていう風に覚えていくと、すごく覚えやすいし、やりやすいなっていう風に思ってます。で、本題に入っていきます。はい、これで at, in, on を今日やるんだけれども、それのイメージはまず at が狭い、間違えてる、音が真ん中ぐらい、インが広いっていう風に思ってください。この順番ね、狭い広いってなってます。どういうこと、やってきます。アットっていうのは、まあ基本的には何々でみたいな感じで訳すことが多いよね。で、大事なのは場所とか時の一点だけ、広くない、まだ5本一点だけです。で、例えばこれ I am studying at 若葉 high school、 私は若葉高校で、実在するかどうか分かりません、
勉強してます、若葉高校っていう場所、どっかの場所にある一点、ここで勉強してますっていうふうに言います。あとは Let's meet at the theater っていうのは、うん、何々でっていうことだよね、映画館で会いましょうっていうことです。で、これさ、at っていうけどさ、in でもいいじゃんっていうふうによく聞いてくる子います。 I'm studying in 若葉 high school。 うん、これいいんじゃダメ？聞かれます。そういう時はうーん、ダメじゃないけど微妙っていうふうに言います。なんでなんでっていうと、インはこれからやるんだけど、インってさ、中でって意味っていうのはまあ知ってるかなっていうふうに思うんだけど、中でっていうの覚えてるかなっていうふうに思うんだけど、これだと中でっていう意味を強調することで I am studying in 若葉 high school、若葉高校の中で勉強してますって間違いじゃないよね。だけど若葉高校の中で勉強してると、そのなんか若葉高校で勉強しています、若葉高校の中で勉強してますっていうのは、人に自分の紹介をするときに、私は若葉高校の生徒です、若葉高校で勉強してますっていうのは、若葉高校の先生に教わって若葉高校に毎日通ってっていうイメージができるけど、私は若葉高校の中で勉強してますって、じゃあもしかしたらさ、もみじ高校の人が若葉高校の中で勉強してるっていうのはこれ使えちゃうよね。だから自己紹介した時に、私は若葉高校で勉強しますって通常言う時は at の方がいいよねっていう風に説明するよっていうことでした。じゃあ on に行きましょう。 on にはなんか初めて覚えた時は大抵みんな上にとか上でとか覚えたと思います。これ間違ってないです、正解です。だけどちょっと危険って思います。うん、じゃあ何がいいかなっていうと、くっついてっていう風にイメージを持つといいです。じゃあこっちに取りましょう。これね、これオンって上に机があるよね、机場所とかの場合ね、机にある、乗っかってる、上にでもいいんだけど、それに付随してピターってここでくっついてるっていう風に思ってください。なんでそういう風に思わなきゃいけないかなっていうと、こっち戻りましょうね。これは Please put the dictionary on the desk、机の上に辞書を置いてください。これ上にでいいよね、別に上にでいいじゃん。これでよく間違えるんだよね。2番目、これは壁に絵がありますっていう文章ね。 Look at the picture on the wall、 これオンなんだよ。なんかさ、これをやるといきなりみんなメズとかバイとかなんかめちゃくちゃなのを使い出すんだけど、なんでって聞くと、だってオンって上になのになんで、だってさ、壁にこうやって絵がさくあるんでしょって全然上じゃないじゃんっていう風に言うのね。っていうのは何が大事かっていうと、オンっていうのはくっついてるから壁にくっついてっていう意味も持ってるから、これは壁にピタッとくっついた絵があるよっていう風になってるわけで、特にこのくっついてっていう意味は初めはなかなかこのような場でしか合わないんだけど、熟語とかになるとよく出てくるのね。上にだけじゃ意味が分からないようなもの、例えば大学受験でここが空欄になってます。熟語、頼る、当てにする、ディペンド、ほにゃらら、人、答えも書いてあるけど、人を当てにするってここオンなのね。っていうのは、これは上にでもまあ説明できなくもないんだけど、頼りになりそうな人にピタッとくっついてかかって、当てにする、頼る、当てにするってなんかくっついてっていう意味があるから、 depend on とかも自分の中で納得できるし、あとは I went to school on foot、 普通ね、どっかに行くときに手段、例えばこれは足、徒歩で学校に行きましたなんだけどさ、例えば外国でさ、私は徒歩じゃなくて車でね学校に行きましたっていう風に言うとき、ここは絶対オンじゃなくてバイなのね。これはまた違
違う授業の時に説明しようと思うけど、ないないでって手段の意味なんだけど、バイってフット以外は全部バイの、例えばあのエアプレインとかっていうの、飛行機とかね、飛行機で行ってもシップ船で行ってもバイなんです。これバイセコーでもそうなんだけど、なんでフットだけオンかっていうと、あ、自分の足でピタッピタッって地面踏みしめて足を地面にくっつけていくからオンなのねっていうのがあります。うん、だからこれはオンになるっていうこと。これはちゃんとピタっていう、くっついたっていうオンのイメージを持ってないと、なかなかここはオンを丸暗記するか、それともあ、そっか、足でピタピタくっついていくからオンなのねって思う方では、覚えやすさとかが全然違うと思います。で次は時だよね。時なんだけれども、そうそう、あのさ、オンを時で表す時は、これは日付、曜日なんですね。 We will go home on September 1st。うん、でこれは9月1日に家に帰りますっていう文章ね。これはオンなのね。でこれはどういうことかっていうと、時をまとめて説明します。うん、アットからやろう、ごめんね。アットで時を表すときは絶対に時刻なの、さっきやったやつね。時の一点っていうことをイメージでやると、1日がこうやってガガガガガってやって、ここまで、ここまでだよ、1日ここまでです。で例えば9時 AM 9時だったらここだけ1点だからアットなのね。うん、例えば、I went home at 9 o'clock、9時に家に帰りましたって時は必ずアットです、時刻の時もね。じゃあオンはどういう時に使うかっていうと、この時間軸覚えておいてね。この時間軸がどうなるかってこと、こっちいきます。これさっきの時間軸はこれになっちゃいました、これになっちゃいました。でこれ、あら、机がペタッてなってます。で、と、そう、オンっていうのはこの机、1日の机のオンってさ、日付曜日だよね。つまり1日の中どこかは指定してないよ。ただし9月1日の時間軸のうちのどこか、夜の8時かもしれないし、朝の9時かもしれない。それはアットの仕事だから知りません。だけど9月1日のうちの机の時間軸のどこかっていうので、こういうのはオンを使うのね。だからこっちに戻ります。 We will go home on September 1st、 9月1日の上でとかいうふうに考えると、ここをインとかにはしないと思います。アットとかね、言ってんじゃないもんね、時の。ってことです。で最後、インです。インは基本は学校で習ったのと同じ、中でです。これもイメージで考えてください。場所の中だったら、この中、この場所の中、外には一歩も出ません。これがインです。例えば He was playing in the park、 うん、なります。これいいよね。公園の中で遊んでましたっていうのを強調したいからです。じゃあ次、時はどうなのよって言ったら、 He was born in 1989。 彼は1980年に生まれましたっていうふうになります。時のイメージはこれです。1989年っていうこのぐるぐるぐるの中、この中に日付いっぱいあります。日付の机がいっぱいあります。
どの机かはわからない。4月1日かもしれないし、3月31日かもしれません。だけどどこかはわからないけど、1989の中、時間軸がある机のどれかっていうことで、これは in を使うよっていうことです。うん、っていうことでした。で、まとめをしようと思います。どこ消そうかな。こっち消します。あのちょっと余談なんですけど、私あの歯の矯正始めました。なんで始めたかっていうと、なんかすごい私歯並びは昔からそんな良くなくて、でもなんか日本って歯の矯正ってお金があの保険診療じゃないんだよね。で、マナビの先生に、あ、先生やってるかどうか分かんないんだけど、関係者にあの矯正やってる外国人がいいんだけど、その人すごいなんか家が裕福で、なんか親に全部出してもらったのに保険診療だってなって、でも私はなんかそんなに親に出してもらうほど歯並び悪くもないし、でもすごい気になるから自費診療してるんだけど、全部で100万円かかっちゃってて、今マジで逼迫されてます。で、それは余談なんですけど、まとめします。まとめです。はい。で、イメージのまとめ。はい、イメージのまとめです。あとはでん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 、場所でも時間でもいいけど、で、大事なのは絶対に1点、ここだけ、まさにここ、まさに1点です。だから狭い範囲しか表しません。インっていうのはオンにしましょう。オン、アットの次のオンっていうのは日付だよね。日付とか、まあ上にとか、今日やったのはくっついてとかのイメージはこんな感じ。大事なのはくっついてること。だからディペンドオンとか、そういう、熟語につくだよねっていうこと。大事なのは日付を使うとき、曜日を使うとき、これは、オンを使います。そう、 This is the book about science と、これが普通でしょ。 This is the book about science って、これちょっと余談なんだけど、これだとさ、科学とか理科についての本っていうのあるよね。だけどね、これでもいいんだよ。 This is the book on science。 どういう意味の違いがあるかっていうと、あの about って何々についてだよね。だからすごいついてっていうのを強調してるの。だから例えばこれ This is a book about science だったら、厳密に言うとこれは、理科科学に対しての専門書ですみたいな感じのイメージになっちゃうんだけど、 This is the book on science とかだと、何々について話題っていうところまでしか言わないから、もっと軽い風に表すことができるっていうのはちょっと知っておいてください。で、最後、最後です。 in っていうのは中で、場所だったら人が中にいるっていうイメージ。時だったら2012年っていう輪っかの中のっていうことだよね。日付があって時間があって、だから in っていうのは年とか中でとかっていう風に中で分かっておくと、後でいろんな連想ができるようになると思って楽だと思います。ちょっと早かったかな。ということで、今日も前置詞の授業があります。これからもちょっと前置詞についてはいろいろなイメージについてお話ししようかなと思います。ありがとうございました。